ブラックナイツはシンガポール空軍の公式ディスプレイチームである。本記事ではブラックナイツの元となった別名チームも合わせて記述する。ブラックナイツはシンガポール国内で開催される国家の記念式典や航空ショーといった行事に合わせて編成と解散を繰り返すチームであり、基本的には4年に一度のペースで活動している。操縦士は核飛行隊からの選抜による パートタイムオフィサーである。2015年現在、チームは、海 -16C ブロック52を使用しているが、シンガポールが導入した合計62機の F-16CD のうち24機が常時アメリカ本土で訓練に、供されているため、チームが使用する機材は、シンガポール本土の戦力維持のために、レーダーや機関砲を残したまま塗装だけを展示飛行用に変えた、 作戦機である。チームの機材は、行事が終わると塗装を元のグレー系迷彩に戻され、操縦士や地上要員も現体へ復帰する。また、サポート用の福崎はない。これらは、同じ F-16C を使用しながら、展示飛行の専任飛行隊となっている、アメリカ空軍のサンダーバーズとは異なる点である。チームが6機体制となった1990年以降、 演技は4機のフォーメーションと2機のソロを基本としている。ブラックナイツは1973年、シンガポール防空軍団の時代に、第140飛行隊のハンター F が74、戦闘攻撃機で編成されたチームオスプレイレッツ、オスプレイレッツを始まりとする。オスプレイレッツのチーム名は、第140飛行隊が配置された、テンガー航空基地のコールサインに由来する。 このチームは1974年に再編成されて、ブラックナイツへと名を改めたが、ブラックナイツのチーム名は、テンガー航空基地のエンブレム、地図の駒のナイトに由来する。チーム初の公式展示飛行は、1976年6月7日にチャンギ航空基地で開催されたスフデーで、この時は4機で展示飛行を行った。ハンターで編成されたブラックナイツは、 1983年まで解散と再編成を繰り返しながら活動した。1981年、ブラックナイツとは別のチームフライングタイガース。フライングタイガーズが5機の回マイナス後 E 戦闘機により編成された。フライングタイガースは、ハンターのブラックナイツが最後の展示飛行を行った際に彼らと共演した。ハンターのブラックナイツが解散した後に、 フライングタイガースは、ブラックナイツへと名を改めた。1990年、ブラックナイツは6機の A-4SU 工芸機器により再編成された。機体の塗装は、赤と白を基本色とし、機体下面の一部と垂直安定版に描かれた地図の駒のナイトが黒で塗られた。1999年、 ブラックナイツは4機の a 4 s u 攻撃機と2機の F-16A 戦闘機により再編成された。また、機体の塗装が一部変更され、黒で塗られていた部分が白もしくは灰色に置き換わった。チームは2000年2月22日から27日にかけてチャンギ航空基地で開催されたアジアンエアロスペースエキシビジョンで展示飛行を行った。2007年秋、 ブラックナイツは6機の F-16C 戦闘機により再編成された。チームは2008年2月19日に開催されたシンガポール・エアロスペース・エキシビジョンで初の展示飛行を行い、同年4月24日にはバンコクで開催された航空ショーにも出場した。2013年7月、ブラックナイツは翌年に控えたシンガポール航空ショーのため、6機予備2機の F-16C 戦闘機により再編成された。機体の塗装は同年7月26日に公表されたシンガポールの国旗をモチーフとしたものに改められ、使用色は赤と白のみとなった。チームは2014年2月11日から16日にかけて開催されたシンガポール航空ショーをはじめとする各航空ショーや2015年8月9日に、 開催されたシンガポール建国50周年記念パレードに出場した。2017年1月1日現在、2017年から2018年にかけてのブラックナイスの活動予定は公表されていない。ありがとうございます。